皆様、こんにちは。ただいまご紹介をいただきました、ベン・モリスと申します。どうぞよろしくお願いします。本日、私は日本のビジネスカルチャーを理解することによって、もたらされる利益について、私が考えるところをお話ししたいと思います。私のスピーチの題名から明らかかもしれませんが、私は日本人とのビジネスに成功するために、必ずしも日本のビジネスカルチャーを理解する必要はないと考えます。しかし、日本のビジネスカルチャーを理解しようとすることは、ビジネスチャンスを生み出す有力な手段になると考えます。このような考えに至ったのは、これからお話しするエピソードがきっかけです。私は現在、ロンドンにある法律事務所に勤めております。しかし、初めて社会人として勤めたのは、日本の山梨県にある山梨県国際交流協会という財団法人でした。そこで3年間の勤務を通じ、ビジネス面におけるさまざまな日本文化を体験することができました。名刺交換もその一つです。言うまでもなく、日本において名刺交換の仕方っていうのは、大事なビジネスマナーの一つです。私が完全にその方法をマスターできたとは思いませんが、今では少なくとも私の中で、日本式の名刺交換の方が普通に感じられるようになっています。ほぼ半年前に、私はある会議に出席しました。そこには、相手方の弁護士と私の同僚を合わせて7、8人いました。会議が始まろうというところに、相手方の弁護士が一人遅れて部屋に入ってきて、私たちの向かい側の席に座りました。座った途端に、手が届く距離にいた私の同僚と座ったまま名刺交換をしました。私は一番遠くに座っていたので、お互いに座ったままでは名刺交換は不可能だろう。どうしようか。少し迷っていました。すると、彼は私に気がついて、名刺をもう一枚取り出しました。ああ、やはり名刺を私に切ってくれると思って安心し、私が立ち上がろうとした瞬間、彼はテーブルの上に名刺を放り投げました。びっくりしました。イギリスでの名刺交換は通常、日本ほど丁寧ではないことは承知してましたが、それは想定外のことでした。その会議が終わった後、私はふと、私が日本人だったら、どのような印象が残っただろうか、と思いました。皆様も想像してみてください。あるイギリス人が、新規クライアントである日本人に初めて会う会議で、先ほど申し上げたように、名刺を放り投げた場合、その日本人がどのような印象を受けるでしょうか。日本人が気分を害してしまうという結果もあり得るでしょう。そこまでいかず、イギリスの文化違うな、と感じるにとどまったとしても、尊敬されていると日本人が感じる可能性が非常に低く、そのイギリス人が良い第一印象を残す見込みは全くないと思います。それでは、イギリス人が日本のビジネスカルチャーに従って名刺を交換した場合はどうでしょう。前の例に比べたら、違いは名刺交換の仕方だけですが、日本人のクライアントに残す印象はどれほど違うでしょうか。まず、日本人は日本式の名刺交換を期待しておらず、少し驚くでしょう。そして、尊敬されていると感じ、多少安心するのではないかと思います。なぜならば、イギリス人が日本式の挨拶をしたということで、日本のビジネスカルチャーを理解しようとしている動力がうかがえると思うからです。先ほどの名刺を放り投げた例と比較してみますと、表面的には名刺の出し方しか変わっていませんが、一つのわずかな違い、つまり日本のビジネスカルチャーを理解しようとすることのおかげで、相手の日本人に与える印象が数段良くなることは確かでしょう。こうした例からも、日本のビジネスカルチャーを理解しようとすれば、日本人のクライアントにより良い印象を残すことは明らかです。しかし、ごく一般的で基本的なことでも、実際に実践できている人が少ないと感じます。英語がビジネスの共通語とも考えられている今、英語でやり取りさえできれば、相手の言語または文化を理解する道理を越せずに済むと思っている人がいるでしょう。そして実際に住んでしまっている現実があります。だからこそ、こうした配慮がお互いの立場を尊重することになり、ビジネスチャンスを作り出す可能性があるのです。まず、競合他社との差別化を図るチャンスが生み出されます。ある日本企業がパートナーを探していて、業績が似通っているイギリスの2社間で検討している場合、その一方のみは日本語の対応が可能な会社であれば、日本の企業はどちらを選ぶでしょう。通常英語のやり取りで問題はないと分かっていても、必要な時には日本語での対応も選択肢としてあると分かっていれば、より安心するでしょう。もう一つ期待できるビジネスチャンスは、日本人のクライアントともっと親密な関係を築くことです。すみません。私が勤めている法律業界の中では、業績が似通っている法律事務所がいくつもあります。あるクライアントがどの事務所に依頼を出すかを決めるには、その事務所の弁護士との人間関係の良さが決定的要因の一つになることが多いです。相手が自分の背景、または文化を理解しているとクライアントが感じることによって、長続きする関係を築くための、強固な土台がもたらされると思います。もちろん、日本語または日本の文化を理解するように頑張れば、ここで申し上げたようなビジネス上の利点だけではなく、個人的な利点もいっぱいあると思います。しかし、今日はビジネスに関するスピーチコンテストということで、その個人的な利点の話はまたいつかの機会に。皆様ご清聴どうもありがとうございました。よろしいですか。はい、お願いします。ベンさん、ちょっと確認したいんですけど、はい、日本とのビジネスをするときに日本のビジネスカルチャーを知る必要はない、だけども、はい、っていうことですよね。でも知っていた方が絶対ビジネスには役に立つという、そういうことですか、結論的には。そうですね、絶対役に立つでしょうかね。確かに役に立つ可能性があると思います。ビジネスチャンスが生み出されると思います。日本のカルチャーを知っていれば、ビジネスのチャンスが増えるということで。はい、私はそう思っております。そして知らなくてもできるということですよね。でも、はい、知ってた方がビジネスチャンスが増えるという、そういう結論でよろしいでしょうか。はい、おっしゃる通りです。はい、そうですね、しなくてもできるとは言えると思いますね。世界中、日本人とのビジネスに成功している外国人が何百人もいると思いますが、やはりその外国人が全員日本のビジネスカルチャーを理解しているというわけではないと思います。逆に言うと、今日本とのお仕事をしてますよね。時々そうですね。はい、日本人の方がイギリスのビジネスカルチャーを知ってほしいという思うことがありますか。それはないです。日本人とのビジネスができるのは、やはり日本人が英語で話してくれる動力のおかげですね。それは十分だと思います。日本語を話す努力をすればそれで十分ということですか。すみません。日本人とどうしてビジネスができるかと言いますと、その日本人が英語ができるからです。そういう英語の力がないと、やっぱりコミュニケーションが取れないんですね。その場でちょっと分析してみますと、当事者間のコミュニケーションを取る負担は全て日本人にあります。英語ではないとコミュニケーションが取れないんですね。こちらからイギリス側から一般的にはコミュニケーションを取るための努力は全くしないと思います。イギリスの方はしない。そうですね。はい、でもベンさんはしてますよね。いや、私はある程度機会があればもちろん日本人のお客さんと、日本語で、話をしていますが、やはりビジネスであれば英語でやり取りをするという期待があるんですね。今グローバル化の世界であり、やはりビジネスがすみません、英語がビジネスの共通語ともなっておりますから、もちろん日本人のまたは英語圏じゃない人の視点から見てみると、英語だけを学べば英語圏の人々だけではなく、やはり英語ができる世界中の誰でもと話せてビジネスができるから、もちろんその英語を学ぶモチベーションが分かっていると思いますが、イギリスの人の視点から、私の視点から見てみると、もう少し日本人のクライアントとのコミュニケーションが日本語で取れるように、または文化が理解できるように頑張った方がいいと思います。文化のビジネスカルチャーの違いとして、はい、今名刺交換とかですね、はい、それから言葉ができれば親密さが増すとか、そういう話がありましたけれども、はい、例えば今日本よりも今中国の方にみんな目が向いてて、中国語を勉強する人が多いんですけども、やっぱりそれでもやっぱり中国の文化を知るとか、やっぱりそっちの文化を知ることがやっぱりビジネスには役立つということでしょうか。それビジネスによると思いますが、もちろん、そうですね、中国向けの営業であれば中国語を習った方がいいと私が思いますが、相手の言語ができれば、また文化が少し理解できれば、相手にいい印象を与えるだけではなく、やはり相手のことを、相手の文化また言語を勉強するほど尊敬しているという気持ちも伝わると思います。ですが、私はほとんど日本向けのビジネス、今は時々やってますけど、将来にもっとしたいと思いますが、やはりそういう日本向けのビジネスだったら日本語だけで十分だと思います。わかりました。どうもどうもありがとうございました。ありがとうございました。